にちは、メルツアです。今回はですね、こちらです、国内格安航空券、インターネットよりもお得に販売中ですということを、まさみさんご案内しておりますけども、じゃあ本当にそういうのがあるのかと、あるいはどれぐらい安いかということで、今日は、その、チェックというか実証をしてみたいと思います。まずですね、私のこう目の前にパソコンが、いつも使っているネット型パソコンがあるんですけども、ここにですね、鹿児島から東京の成田ですね、ここに就航しておりますジェットスターの、航空会社のホームページを出しています。でこれからですね、適当な日付で、例えば10月11日の、鹿児島から東京の片道運賃の料金を検索してみたいと思います。まずはジェットスターのホームページですね。はい、10月11日、鹿児島から成田出ました。結構お安いのはお安いですね。この日は、8490円というのが出てます。8490円ですね、なります。で、次にですね、ちょっと8490円書きます。次に、ウィルツアー、当社のちょっとシステムは見せられないんですが、同じ条件での料金を今検索します。ウィルツアーで10月11日の鹿児島から、東京成田ジェットスターですね。全く同じ条件、なかなかお安いのが出てます。はい、そんな感じになります。同じ内容で、ジェットスターの、10月11日の鹿児島から成田、現状の料金が航空会社のホームページだと8490円、当社ウィルツアーで申し込まれると4250円という料金が 出ました、このようにですね、ホームページよりもインターネットよりも安い航空券というのは、実際存在しますので、ぜひお問い合わせいただいてですね、比較しながらご利用いただければと思います。お勧めしておりますのでよろしくお願いします。